聞いていただきました。今日はこの和やかな空気が本当に心地よくて、もう僕は幸せです。ありがとうございます。それではどんどん歌っていきたいと思いますが、今日はなるべくですね、皆さんが今まで多分どこかで聴いたことがあるであろうという曲を結構盛り込んでお届けできたらと思っています。なのでこの曲知ってるなって思ったりしたら一緒に口ずさんでもらえたり、もうそれから皆さんの楽しみ方で心地よく過ごしてもらえたらなと思います。それでは続いての曲を聴かせていただきます。次の曲は海の子、
ありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん、リラックスしてますか？さっきから静かな、さっきからちょっとまあ1曲目なんで、1曲しか静かな曲ないんですけど、なんかあんまり肩をね、力入らずに、ゆったりと聴いていただけたらと思います。一番お前だよって感じです。では、僕もリラックスしつつ、皆さんと心地よい時間を過ごせたらなと思います。では、続いての曲いきたいと思います。曲は僕のイメージですごく和を感じるというか、本当に日本の何だろう、綺麗な四季というか景色、あの街並み、この日常の流れをすごく感じる素敵な一曲だと思います、そんな一曲をお届けしたいと思います。続いての曲を聴いてください。鈴なり
曲をお届けしたいと思います、夏川りみさんの「涙そうそう」という曲をお届けしたいと思います。ではここで水分補給タイムをさせていただきたいと思います。はい、皆さんこんばんは。今日はまだ自己紹介してないんですけれども、ボーカル佐久間亮太くん、そしてギター、私たちユニットでバイオリンギターでジュエと申します。ギターミツ、そして後ろパーカッションヒデです。はい、そして私バイオリンカスミと申します。よろしくお願いします。ですね、今日はですね、ちょっと私たち実は新庄ギタースクールといって、近所でギタースクールをやっております。徒歩で行けるところなんですけれども、ここに音楽ができるスペースがあるとちょっと噂を聞いて、食事を取りながらオーナーさんの方にですね声をかけたら、今日のような演奏会をさせていただくことになりました。ありがとうございます。できればですね、こうやって近所でですね、いろいろ演奏会を少しずつですね、演奏会場ではなくてカフェで、近い距離で生演奏が聴けるようなアットホームなですね、演奏会を少しずつ今後やっていきたいと思いますので、これからまたよろしくお願いいたします。それでは次の曲お願いします。ではそれでは聴いてください。涙そうそう。
話を聞いていただきました。では次はですね、ちょっとしたかすみさんからのサプライズがありますので、ちょっとチェンジしたいと思います。サプライズ水曜どうぞ。サプライズではないんですけどさあ、ここ流すといいんですか。ここカフェアイバルミツバチさん、ミツバチっていう、来る時にミツバチのなんか蜂蜜とかがあるのかなと思って、来たんですけれども、ミツバチの意味をちょっとお伺いをしたところ、蜂蜜とは蜂蜜ではなくですね、オーナーさんに説明してもらってもいいですか店長さんに、じゃあ、こちらミツバチですね、謎に思ってる方多いと思いますので、ミツバチの意味を、はい、お願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。初めましてですが、ミツバチのオーナーの石川武と申します。石川出身、群馬ですね、群馬出身なんですけども、ここ宜野湾に見せられて、まあ約6、7年ぐらい宜野湾に住んでたこともあったので、宜野湾に通いでお店できたらなと思ってて、みんなのみんなのお店ができたんですけども、その際にですね、やっぱりミツバチという気持ちがすごい強かったんですから、ミツバチの名前を以前はビーニーという名前で、ビーというミツバチに、ミツバチの子みたいな男の子の名称で、に NID ってつけて、ビーニーという名前をつけたお店を展開してたんですけども、今度はカフェがあるということで、ビーニーはやめてカタカナのミツバチにしたんですね。ミツバチにした理由というのは、お花とミツバチの関係にあやかりたくて、名前つけたんですけども、この花とミツバチの関係って相互扶助でお互いが協力し合って、なんですかね、地域に潤いを与えてくれているんですけども、ミツバチは花に助けられて、蜜ろう家作りしたり、蜂蜜作ったりして、子育てに使ったりもするし、この花はミツバチに力を借りて、受粉交配して、いろんなところに自分たちの祖先とか仲間を増やしていくっていう、これは花も、樹液も、木々も一緒なんですけれども、そういうミツバチのミツバチと自然の関係にあやかりたくて、ミツバチって名前つけました。ミツバチは僕でありお客さんであり、お花も僕でありお客さんであるような相互なんですかね、協力でいたいなっていう願いがあってつけました。すいません、長くなるのでありがとうございます。とても素敵なご夫婦でこのお店を経営されていまして、常連さんをよく一回来た時にですね、隣に座ってた常連さんがオーナーさん夫婦に会いに来るためにこのお店に来ているということを聞いて、すごい温かい人たちなんだなと思って、ぜひここで演奏したいなと思いまして、そしてサプライズじゃないんですけれども、すごい短い曲を、ミツバチという曲を作らせていただきましたので、それを坂間亮太君に歌っていただきたいと思います。はい、それでは早速お届けしたいと思います。聴いてください、ミツバチ。
最後の曲になります。最後の曲は今日みんな大人だけじゃないかもしれないということで、お客さんに小さなお子さんとかいらっしゃったらまた楽しんでもらえたらなっていう曲を選んでちょっと歌わせてもらいたいと思います。最後の曲はもうきっと日本人なら誰でも知ってるだろう、アンパンマン、アンパンマンのマーチという曲をお届けしたいと思います。それでは聴いてください。
ちょうど今流れてる小鳥のさえずり、そういったあのもう心地いい森の中にいるような雰囲気漂う素敵な曲です。まずそんな曲からスタートしたいと思います。風の通り道、はい、聞いてください。森の奥で生まれた風が花葉っぱに一人立つに入れ置き、ふわりかすめやってI'm not afraid to die.
いていただきました。ありがとうございます。ではどんどん歌っていきたいと思いますが、次の曲はですね、さし草の歌という曲になります。皆さん、さし草ってわかりますか？道端とかによく咲いてる白い花、トゲトゲがつく野草といいますか、あるんですけど、野花が、その野花がですね、すごく体にいいということで、南城市大里にあります、ジョイ工房というカフェオーナー、よぎさんという方が、さし草の良さをたくさんの人に知ってもらいたいっていうことで、いろんなイベントだったり、さし草を使った製品など試食してもらったり、良さを広めていくっていう活動というか、ことをしてるんですけど、そのさし草の、僕ご縁があって、テーマソングを歌わせていただくことになって、それでですね、今日ミツバチカフェということで、なんかほのぼのとした響きのカフェのお名前で、すごくさし草の歌も合ってるんじゃないか、勝手に結びつけて入れてましたよね。そうですね、ちょうど金曜日、いつだ、2日前かな、2日前のなんか RBC さんの報道番組、夕方6時からの報道番組で、さし草の特集など組まれていたりして、それに少しずつ少しずつ注目を集めてきてるんですけど、僕は詳しくまたさし草の成分というか、良さをね、細かくは伝えられないんですけど、なので僕は音楽と歌を通してさし草の良さ少しでも伝えられたらなと思って歌わせていただきたいと思います。それでは聴いてください。はい、さし草の歌。
か今まで一番良かったですねすごいあの歌いながらすごい一人ですごい感動してましたありがとうございますあのひげくんが加わるとまた石段と違いますねではすみませんなんか自分だけで感動しちゃってもではね、ここからちょっと今日はですねかすみさんにちょっとチェンジしてスペシャルゲストをチェンジおかしいですねチェンジおかしいですね言葉間違えましたすみませんちょっと喋らない方がいいですですね、今日はちょっと特別なゲストがいらっしゃいましてじゃあ入れてもらいましょうかボーカルナッチーに皆さんナッチー聞いたことある方もいらっしゃるかも会ったこともある方もいらっしゃると思うんですけども、ナッチーは私たち一緒にねバンド後ろでバンドメンバーでやって実はりょうたくんもあのナッチーと何だろう洋楽のカバー曲の、CD が、売ってるんですけれどもそのカバー曲沖縄のミュージシャンボーカリストで集めて作った CD の中にりょうたくんとナッチーあの同じあの違う曲で入ってあのその CD が作られてるんですけれどもちゃんとあったのが今日がじゃあ初めましてなんですね、音楽でつながっていいですねそして今日は特別当たってもらうんですけれどもちょっと何がいいかなマッチーはね シンガーとして活動している、ナッチーと言います。よろしくお願いします。今日はですね、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はあのかすみさんにちょっと、今日のライブ来てみてっていうことであの足を運ばせていただきました。本当に佐久間さんと出会えて、ね、CD でもなんか歌でつながっていたことにすごくびっくりしていて、そうだからこうやって、ちゃんとお会いできたのが本当に嬉しくて、今日のこのご縁に、ちょっと感謝の思いを込めて、中島みゆきさんの糸を、歌わせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
いるんですけども、そういったバラエティーも含めたなんかワンマンライブをしたいなということで、あの7月7日に、爆笑マッチワンマンライブを第2弾を企画しております。ぜひ皆さんお時間、があれば、まあ、お時間も作っていただいて、ぜひあの遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。マッチでした。じゃあちょっとマッチの告知がてらで私たちの告知もしたいんですけれども、まずですね、私たちジュエで活動しているライブが結構立て続けにあるんですが、まず5月の3日ですね。はい。はい、カフェ。カフェリトルアート、これ宜野湾の方でタコライス屋さんなんですけども、あのこちらに座ってる可愛らしいあのメガネの女の子、金谷ゆみちゃんですね。今日はなんかものすごいボーカリストが集まって、こんな日はなかなかないですね。金谷ゆみちゃんもあのよくテレビで出て、カラオケグランプリ、カラオケグランプリ、カラオケグランプリ、沖縄の、で小学生の時にもあの優勝しております。交通安全の CM にも歌っておりますので、ぜひ皆さん5月3日カフェリトルアート、時間はあーすいませんカフェリトルアートさん、時間は6時オープン7時スタート。はい、昭和歌謡、今回は昭和歌謡ライブ、メインゆみちゃんがメインで歌いたいと思います。私たちもそれで、あのジュエで、水戸黄門とかをもしかしたら演奏するかもしれません。よろしくお願いします。そして、5月4日で続きなんですけども、こちらは、浦添のカフェステーションというところなんですが、カフェ、京塚シティ近くで、ジュエライブを行います。そこではですね、ちょっとオシロスコープさんっていう歌い手さんをゲストに呼んでジュエライブをしたいと思います。そこでも童謡とか
歌謡曲など皆さんが知っている曲を演奏したいと思います。で、亮太くんが出るあのライブがですね、10ライブ毎月っていうことをやってるんですけども、6月の24日ですね。また宣伝の方をあのここでももし任せていただけたらなと思うんですけど、6月24日カフェステーションで、宣伝をしたいと、宣伝じゃないライブをしたいと思います。10円でですね、 Facebook などやっておりますので、情報の方をもし調べていただけたらと思います。それではじゃあ坂本亮太とまた踊ってでは、ここから、歌を歌わせていただきたいと思います。では、ね、マイク僕持っちゃったんですけど、やっぱりかすみさんかすみさんに少しお話しいただけたらと思います。すみません、私で次の曲はですね、ジュエのオリジナル曲で、茜空という曲なんですけれども、あの今日唯一のオリジナル曲ですね。ジュエはですね、実はあのフランス語で遊ぶとかトワンモレルとかいう意味なんですけども、2人で音遊びをして、あのカネアリミちゃんの伴奏をして後ろで音遊びをしている時に出来上がったユニットです。遊びながら曲も作るんですけども、その中でですね、ちょっとファンタジーを私たちはイメージして、あの演奏活動をしております。その中で茜空という少し懐かしい、夕日ですかね、茜空を思い描いた曲なんですけれども、いつもは歌入りとかじゃなくてギターとバイオリンでインストなんですが、今回佐久間亮太君に頼んでですね、歌詞をつけて歌をつけていただきました。なかなかね、今日が初めてですね、茜空披露ですね。ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは聴いてください、茜空。Oh.
ありがとうございます。それでは聞いていただきました。ありがとうございます。実はですね、前回かすみさんとみつさんがこの三つ橋カフェの方でちょっと音出しも兼ねて音遊びをするということで一緒に加わらせてもらった時に、ちょうどその時あかねそだにメロディー歌詞と歌詞をつけて歌えないかなっていう話が出て、それで今日実現して初めて披露するのもこの三つ橋カフェで、なんかすごくご縁を感じますね。すごいな、なんか幸せなはい、そんなこともありましたというお話でしたではあっという間に2部最後の曲になりました。最後の曲はですね、とてもなんだろう、柔らかな素敵なメロディー、そんな一曲をお届けしたいと思います。あたりこうすけさんの花という曲をお届けしたいと思います。すごい、この曲はすごくメロディーも素敵なんですが、歌詞がまた素敵で個人的にはこの歌詞でですね、何度も励まされたり勇気づけられたり、そういったこともありまして、ぜひ今回あたりこうすけさんではなく僕が歌うんですけど、この曲を通してまた僕がもらこの曲からもらった何だろう、少しでもいいのでプラスな何か気持ちだったりエネルギーを感じてもらえたらいいなと思います。それでは聴いてください。花手を結び風に誇る
ありがとうございました。朝も今夜はこんな遅い時間かな、今大事かな今日は2部まで音楽を楽しんでいただいてありがとうございます。この後三橋カフェさん一般営業も行っておりますので、また美味しいお食事などもゆったりと楽しんでもらえたらと思います。本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。みんなでしんみりじゃなくて、しんみりはしてないと思うんですけど、しっとり、しんみりはちょっと違うので、しっとりではなく明るく軽快に終われたらなということで、今日一部最初に歌わせてもらった野に花、あ、野に咲く花と日本にお届けして一緒に口ずさんでもらえたらなと思います。もう歌詞わからないということであればもうルルルルって大丈夫ですので、ね、密かに僕、今度は得意なんです、ルルルそんな一緒に歌えたらなと思います。それでは聴いてください。野に咲く花のように。ありがとうございました。